はい、今日のロスジェネですけども、現在2020年代にロスジェネを迎えている40代50代の20年後をちょっとね想像してみましょう。これをですね、ロスジェネの暗い未来という2040問題っていう風にね、もうすでに試算されてるわけなんですよ。20年後に2040年代っていうのは、日本の高齢者人口、つまり65歳以上がピークになる年とされてるんですよね。団塊ジュニアと言われている1971年から74年生まれが高齢者となり、それに連なるロスジェネ世代っていうのがこの高齢者に突入するわけなんですけどもね。これがね、65歳以上人口が約4000万人達すると言われてるんですよ。これ今の人口1億2000万人と換算しても3人に1人が高齢者となる、とてつもない時代なんですよね。この4000万人中の2人に1人、つまりは2000万人がロスジェネの貧困世代ということになってね、とても暗い老後を迎えねばならないということになります。2020年から2040年をこうやって20年間で考えたときに、これから20年がかりでどんな65歳になっていくのか、70歳になっていくのかってことが予想されるわけなんですよ。だからこれから20年かければ何かが起きるんではないかなと思うのか、それともあと20年間行けるところまでこの状態で突っ走っていくんだと思うかになってきます。ちなみにですね、いつもロスジェネと私は話題にしてますけども、ロスジェネ世代でなくても今現実に70代80代でいわゆる下流老人と言われている貧困老人というのは存在してるんですよ。皆さんもご存知だと思いますけども、これがですね、推定600万から700万、数え方によっては1000万人を超えると言われてるんですよね。まあ、つまりは貧困層ってのは全ての年代に実は当てはまっていて、ロスジェネだからこうなったっていうことには必ずしも当てはまらないんですよね。下流老人と現在言われてる世代っていうのは、実は高度経済成長、稲崎景気、そしてバブル、これは全部経験して世の中のいい時代を歩んできた人ばかりなんですよ。しかしですね、そういう人たちの中でも老後破産とかね、下流老人と言われてる方がいらっしゃるんですよ。ちなみに下流老人っていうのは生活保護基準で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者のことを指します。2015年現在、下流老人は日本国内に600万から700万いるとされていて、それから7年経ってこれが1000万を超えてるということなんですよね。1000万というと10人に1人です。老若男女全部おしなべて10人に1人が下流老人。そして老人と言われている方々の人数を2500万人と考えると、なんとやっぱり2人に1人がこの下流老人なんですよ。ということはね、私たちロスジェネ世代の割合と同じなんですよね。これは一体どういうことなんでしょうか。ちなみに下流老人かどうかを判断する指標としてですね、以下の3つが挙げられます。まず1、高齢期の収入が著しく少ない。2つ目、十分な資産がない。3、周囲に頼れる人間がいない。社会的孤立というやつです。つまりこの3つの特徴っていうのは、今現在70代80代の方が下流老人として過ごしてるんですけども、なんと現在ロスジェネ世代が感じてることと全く一緒なんですよね。ただ下流老人と言われてる方が40代50代の時には、なんとかその時代を暮らす糧があった、もしくは周りの人も同じように豊かだった、もしくは豊かじゃなかったということで分かりにくかったんですよ。下流老人と言われている方が40代から50代、その20年後の70代80代を過ごす中で急激に枝分かれしていったってことなんでしょうね。そしてその枝分かれに同時に私たちロスジェネ世代も同じように枝分かれをしていったってことなんですよ。つまりロスジェネ世代だからみんなで時代の煽りを食らったっていう考え方が実は違うんじゃないかなと、全ての年代において同じようになってるんじゃないかなとも言えるわけなんですよ。ちなみに下流老人は今お話した3つの
状態を失った状態のことであり、自力では健康で文化的な生活を営むことが困難な状況にあると考えられています。で、現役時代にそういう方でも一般的な水準の年収を得ていたはずなんですが、以下のような出来事が原因になり下流老人に陥ったとされています。パターンは5つあります。1つ、病気や事故による高額な医療費の支払いということが起きてしまった。確かに今のご老人の方が現役世代には十分な保障はありませんでした。これは不可抗力と言えます。ただ現在はどんな方にもこういった保障がありますので、今こういった病気や事故による高額な医療費の支払いのリスクってのは非常に低くなってます。2つ目、高齢者介護施設に入居できない。あ、これはねありますね。これからはこの辺りは改善されると思いますけども、現在待機老人は30万人いると言われてます。よく子供たちが幼稚園や保育所に入れない待機児童という問題がありますけども、現在待機児童は1万人です。どちらが深刻なのか、私たちは視点を変えるべきかもしれません。パターン3、子供がワーキングプア、つまり年収200万円以下で親に寄りかかられちゃった。これはちょっと耳の痛い話なんですけども、親は資産があった、年金で老後を暮らそうと思っていた、でもワーキングプアや出戻りの子供たちの、まあ、こういった暮らしを見ていくときに自分の資産が食い潰されて、自分がなぜか老後に貧乏になってしまった。子供がリスクになるっていう例ですね。で、パターン4、熟年離婚による年金受給額や財産の分配によりお金がなくなっちゃったってことですよね。はあ、熟年離婚ね、幸せになれるはずの熟年離婚が全てあだになったというケースですね。パターン5、独居老人状態での認知症の発症。あ、これはどの年代でも起きることだと思いますので、今から準備しておかないといけないですよね。で、最後にこういうふうなお話をしておきます。現在は若年期、青年期のものであっても労働賃金の低下、年金受給額の減少、非正規雇用者の増加、未婚率の増加によって将来下流老人するリスクがさらに高まっていると言えるということなんですよね。ということで2040問題ということをお話してきました。2040問題、65歳人口が約4000万人に達する中で、現在のロスジェネ世代がそのまま2000万人、そのまま下流老人になるんではないかなというふうに考えられています。ただですね、ロスジェネ世代これから20年を過ごす中で老後の暮らし方っていうのがだいぶ選択できますので、それをどのように今間に合うのか、もう間に合わないのかと捉えるか、それぞれの個人の判断に委ねられているということになります。今回は2040問題についてお話ししてみました。